闇に刺さる一筋の光、奴の目がギラつくのを見たか、奴は笑う強い敵なほど、牙を剥きふざけるなと吠える。ああ時代は世紀末、悪は栄え血を覆う。ああ奴なら言うだろう、100万年早いぜ。奴は戦機戦機、祈りの輪の交わるところ。ライオン勝利、奴は来る危機戦機戦機、振りかざした炎と共に。ライオン勝利、聞こえてくるのさ、ラジャスの影虎、見るがいい。これが俺の最終形態だ。愚かな奴よ、自らの身をやつしてまで黄泉の国の覇権は渡せぬというのか、少子。だがな、貴様がいくらカルマの身の力を取り込もうと無駄なこと、こいつの反能力フィールドがある限り一切の呪力は閉じろ。ゼンキ、お前の思い通りにはさせない。何、ガキ、なんということじゃ。燃えている。犬神の体が反能力フィールドの有効圏から外れたのか。いや、影虎、母を殺めた貴様だけは絶対に許さん。叩き殺す。それは逆恨みというものだ。あの葉月とかいう女も所詮は死ぬ運命にあった。運命だと？そうとも。人間は死ぬ。海も空も森も、全てのものが死に絶える運命なのだ。間もなくこの世によみがえる偉大なる破壊神、魔神獣の手によってな。何？そして犬神、貴様はここで死ぬのが運命。喰らえ、シャドーファンク。バカな。コロナストライク中。うわ、行くつもり。知れたこと、最後のカルマの実を手に入れ、魔神獣を発動させる。まだそんなことを言っているの？貴様に用はない。
そこをどけ。いや、まだ終わっちゃいないぜ。前期殿、ばあちゃん、ここは果たした前期で何とかする。その間に早く和江さんを。何、何とかって。お主、相手は犬神、しかもスーパーターボバリバリパワーアップバージョンじゃぞ。ここはお嬢ちゃんに任せよ。相馬さん、何があろうと最後のカルマの実は俺たちの手で封印しなきゃならねえんだ。さあ早く。千秋さん、千秋、死ぬでないぞ。愚かな、今の貴様らに勝ち目はないぞ。知ってる、だけど諦めたら何も変わらないもん。千秋、ゆがみ、俺様と戦え。ゴキ、ゴキ殿、来ないで、危険です。カズエさん、やめてください。前より凶暴になっちゃるぞ。みんな手を貸してください。栗林君、その氷を。前期、無駄だ、今の貴様など相手にならん。なめるんじゃねえ。俺様はこの世で最強の鬼神、前期様だ。無駄だと言っている。もうやめて、葉月さんのお母さんの気持ちを分かってあげて。お母さんがあなたにカルマの実を託したのは、こんなひどい戦いを続けさせるためじゃないはずよ。母は、なぜ死んだ。俺は一体何者なんだ。こんな運命を与えたのは一体誰だ。この世を創造した神だとでも言うのか。ならば俺はこの世を憎む。憎んでも余りあるこの世の全てを、運命の糸を、魔神獣の炎で燃やし尽くしてやる。てめえ、完全に頭にきたぜ。愚かな、そうまで死を望むというのならこの場で。滅ぼしてあなただけが残って、それで本当にあなたの心は晴れるの。こいつは一体。カルマ除去光線照射装置です。これで和江君を元に戻せるはず。照準セット、いつでもどうぞ。聞いておらん。そんなはずは。アキラ君、カズエさん。ババ様、意識だけが戻っているのか。やっと外に出られた。早く私に取り付いたカルマの実を。でもどうやって。大丈夫、今のあなたにならそれができる。自分の力を信じて、アキラ君。ゴキ様。ゴキ君。わかりました、カズエさん。
僕はもう逃げたりしない。鬼神の力はみんなを守るためにあるのだから。いでよ不動竜魂。カズエさんに取り付いた悪しき力よ、そこから出ていけ。心配ねえ、気を失っているだけだ。犬神、お主の野望もここまでじゃ。善鬼殿、これは。さあさあ食べてしまいなされ。さすれば魔神獣の復活はなくなるからの。どうした善鬼。犬神、こいつが欲しいか。何？だったら俺様と戦え。善鬼、何を言ってるんだ。善鬼、俺様の持つこの実とてめえに取り付いている二つの実、そいつをかけて最後の勝負をしようじゃねえか。バカ野郎、てめえが負けたら魔神獣が蘇っちまうんだぞ。知ったことか。俺様はこいつと決着がつけたいだけだ。ふん、面白い。だが弱い奴と戦っても退屈なだけだ。貴様も長鬼神となって戦え。望むところだ。チェキ。いかん、ゴーリングの力はもはや限界。今力を使ったらリング枠だけ二度と鬼神を刺激できなくなるぞ。分かってる。今この力を使わなきゃいつ使うのよ。マスター、千秋、私は善鬼にかける。犬神、勝負よ。闇を切り裂く武器となりて我に力を与えたまえ。時の覇者よ、金剛竜よ。竜騎走神力バジュラマハルサムスカーラ。五代将来。ラジャス超神前期雷光少林。違う、マサ。そうでなくてはな、いつか貴様とは決着をつけねばならんと思っていた。珍しく意見があったぞ。カズエ君。カズエ殿、これは地上の運命をかけた最後の戦いだ。もはやわしらにはどうすることもできぬ。すごい、犬神と善鬼様の闘気がぶつかり合っています。勝負は一撃で決まる。はパーフェクト！コンゴーフ！烈風光破山！どうした？様の力はこの程度なのか？それでよく最強の鬼神などと言えるな！
何？俺が勝利することもまた一つの運命なのか。これで最後だ。一体あれを、あ、ゼッキなるほど、これが運命というものなのかもしれないな。復讐に目を奪われていた俺の運命。犬神！貴様の勝ちだ。鬼、約束通りカルマの実はやろう。だが、まだ戦いは終わっていない。目覚めかけた魔神獣をこの手で封印する戦いがな。犬神。くっ、魔神獣なんざ俺様一人で十分だぜ。馬の身が揃った。これで魔神獣は私のものだ。魔神獣、これが最後のカルマの実だ。目覚めよ魔神獣。我がしもべとなりて、この世のすべてを恐怖と絶望に叩き込むのだ。
さかあれは魔神獣か。私の魔神獣だ、私の。さあ燃やし尽くしてやろうぞ、この世のすべてを。赤い心、あれが魔神獣。魔神獣はついに復活した。この世の全てを破壊するために、あらゆるものを無に返すために。大いなる時の定め、いえ違うわ、運命は自らが切り開くもの。次回、破壊神降臨、戦え勇気ある者たち。